本日は国民保護や J アラートに関することを交えつつ、弾道ミサイルが発射された場合にどのように避難行動をとると良いかについてお話しします。本動画では国民保護、J アラート、弾道ミサイルが発射された場合の3つの項目に焦点を当ててお話しします。まず国民保護についてお話しします。日常生活ではあまり聞き慣れないと思いますが、国民保護とはミサイル攻撃等による武力攻撃や大規模テロなどから住民の生命、身体、財産を守るため、国や県、市町村、関係機関が協力して、避難や救援などを行うことです。国民保護が対象とする事態は、大きく分けて、武力攻撃事態と緊急対処事態に大別しています。このうち、武力攻撃事態の中に大別される、弾道ミサイル攻撃についてどのように情報が出され、どのような行動をとるとよいか詳しく見てみましょう。皆さんは J アラートについてご存知でしょうか。次に J アラートについてお話しします。J アラートとは、弾道ミサイル情報、緊急地震速報、津波警報など、対処に時間的余裕のない事態が発生した場合に、緊急速報メールや防災行政無線等で、国から住民まで緊急情報を伝達するシステムのことです。このシステムにより、市役所に職員が不在の間にも、皆さんに、迅速に情報をお伝えすることが可能です。弾道ミサイルが発射され、兵庫県または隣接府県に弾道ミサイルが落下する恐れがある場合、兵庫県上空または隣接府県の上空を弾道ミサイルが通過する恐れがある場合のいずれかに該当する場合、国から J アラートにより警報が発令されます。では、J アラートが発令された場合に、どのような手段で情報を確認することができるか、見てみましょう。J アラートが発令されると、テレビで放送されるほか、姫路市では、防災行政無線による放送や、姫路市 LINE 公式アカウント、登録制メール配信サービス、姫路防災ネット、防災アプリなど、次の13の手段を活用して、皆さんに情報をお伝えします。詳しくは、市のホームページに、設定方法などを掲載していますので、姫路市災害時の情報入手手段で検索していただくか、概要欄よりホームページをご覧ください。この13の手段のうち、防災行政無線では、国民保護用の特別なサイレン音により、放送を行います。実際に、放送例を聞いてみましょう。この後、サイレン音が流れます。音量に注意してください。ミサイル発射。ミサイル発射。ミサイルが発射されたものとみられます。建物の中または地下に避難してください。
弾道ミサイルは発射からわずか10分もしないうちに到達する可能性があります。このような放送が流れたら直ちに避難行動を取る必要があります。では弾道ミサイルが発射された場合の避難行動についてお話しします。まず J アラートが発令された際に屋外にいる場合の避難行動について考えてみましょう。屋外にいる場合のうち近くに建物や地下がある場合には近くの建物、できれば頑丈な建物の中や地下などに避難しましょう。近くに建物がない場合はミサイル落下時の爆風や破片などによる被害を避けるため物陰に身を隠すか地面に伏せて頭を守りましょう。次に屋内にいる場合について見てみましょう。屋内にいる場合には爆風などで窓ガラスが割れることが考えられるため、できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋に移動し頭を守りましょう。このように J アラートが発令された場合には落ち着いて避難行動をとりましょう。このあとミサイルが落下通過した場合、 J アラートの続報が届きます。危険性がないと判断された場合には国から避難の呼びかけが解除されます。ただし不審なものを発見した場合には決して近寄らず、すぐに警察や消防、海上保安庁に連絡してください。次に近くにミサイルが落下した場合について見てみましょう。近くにミサイルが落下した場合に屋外にいる場合は口と鼻をハンカチで覆い、現場から直ちに離れ、密閉性の高い屋内か風上へ向かって避難しましょう。屋内にいる場合には換気扇がついている場合は換気扇を止め、窓を閉め、目張りをして室内を密閉しましょう。弾道ミサイルが発射された場合に適切な避難行動をとることで被害を軽減できる可能性があります。本日ご紹介した J アラート情報の入手手段などあらかじめ知っておくことで備えができることもありますので、平時から事前に備えておきましょう。もっと詳しくお知りになられたい方は内閣官房国民保護ポータルサイトや姫路市弾道ミサイルで検索し、各ホームページをご覧ください。以上、姫路市危機管理室からのお知らせでした。ご視聴ありがとうございました。